エリス軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は149,610人であり、2000年の111,360人から34.3%増加した。軍庁所在地はワクサハチイ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。エリス軍はダラスフォードワース大都市圏に属している。 エリス軍は1849年に設立され、軍名はテキサス独立宣言を策定した会議の議長リチャード・エリスにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は952平方マイルであり、このうち陸地940平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は1.23%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。エリス軍は大統領選挙で一貫して共和党を支持している。民主党候補者が最後にエリス軍を制したのは1976年のジミー・カーダーだった。1980年以降、共和党候補者が軍の総投票数の3分の2以上を取れなかったのは3回のみである。 2008年大統領選挙では共和党のジョン・マケインは70%以上を取ってエリス軍を制した。エリス軍は北中テキサスのダラス・フォードワースメディア市場に属している。地元ではテレビ局10局から放送が流されている。ありがとうございます。